するかな。よいしょ、これぐらいだね。はい、さあ、その点で準備します。近くじゃないね、これ何分かかります？お家からここまで30分ぐらい。そんなにかかりますか？すいません、はい、なかなか近所にいないので、チンチさん見てくれると思うんだね。だんだんまた増えてくると思うんですけどね、うん、今現状は少ないみたいですね、うん。そうって思うと本当にかじってることない、この子。部屋もさっきないとさ、あ、でも多少はかじってるかも。それは多少の積み重ねなんです。積み重ね、一回かじったからで大抵元気なんですよ。多少の積み重ねと、それから毛がたくさんさ、熱くなった時抜けたんじゃないですか。この夏でたくさん抜けませんでした。抜けます。でそれを自分で手作りをして食べちゃったんですよ。それもやっぱ積み重ねなんですけどね。そうなって取れるんですか、その芋。なかなか取れないですね。だから内科的に出した方がいいですよね。だからバリウムやってね、バリウム飲ませてですね、もう全然流れんと、うんともすんとも流れんばっこは手術した方がいい場合もあります。だけど手術になかなか耐えてくれないからさ、人生さ。ワンちゃん猫ちゃんよりは手術すると、ワンちゃんだったら割と異物混入で変なの食べた、お腹開けて切ってみたら割と成功率高いですね。でもウサギさんとかチンチラはね、私も何回か手術するんだけど成功率低いっすね。 50% ないですね、お腹開けると。だからあんまり最近は手術進めてない。昔はバリウムが流れんかったらすぐに手術してたんですけど、なんかダメになっちゃうケースが多いからさ、手術しても。で、根気よく内科的にやった方が時間はかかるけど、中華する確率が高い。いや、元が食べてるのが毛とかさ、そういうかじったものだから、そんなに興味がないケースが多いんで、じわじわ流していくみたいなことをやっていくんですけどね。ただその場合、1日はすごい入れますよ。でそれまで自分で食べない可能性があるから、流動食やったりとかさ、作って、流動食作って栄養補助したりとかしないとダメな場合もあります。ちょっと大きな注射しますけど、ごめんなさいね。これ、乳酸リンゲルという一般的な点滴です。でこれを皮膚の下に今から打ちます。皮膚の下に 30cc、29cc ぐらい打ちますけど、こう毛玉がこうすごいんだ。だからレンゲで、ここすごいね、毛玉が。触ってみてください。お坂みたいに。あ、レントゲンでなんか上に。すごい。そこ離して。ここからここまで。本当だ、うん。すごい毛玉が。できてる。こういうのもね、もしかしたらよだれが多くなってるかもしれないんだよね。胃腸の機能が落ちてくると口内炎になってよだれが出てくる。そうするとそのよだれが多い、ねどっとしたよだれが多い口で毛づくろいするとよだれがついて、普通はこんな風にならないんですよ、背中が。すごい毛玉になってるもんね。ごめんね。はい、一回緩めて全部離して。もしOK。怖いんだよ、こういうの注射するの。はい、目隠して。はい。この総合ビタミン剤と心臓と肝臓、腎臓を元気にする。それからチンチラに使って大丈夫な抗生物質、エンドフロキサシンという抗生物質ね。から。胃腸は動いてないから胃腸を動かす薬、メトクロプラミドっていう薬ですね。
それとこれは痛み止め、プレノルフ、痛み止め。で最後、消炎鎮痛剤。強力なやつです。プレドニゾロンという消炎鎮痛剤。腰だけにして、頭だけにして。さあ、それであとは、はい、ごめんね。これ保湿剤なんだけど、はい、ウェットブラシです。こんな予定画面ガシガシといたらお客かわいそうだから、そう、ね。まず最初これで。でね、これね、人間用のブラシ。人間用のウェットブラシね。あの、なんだっけ、ドラッグストアとかで1000円前後売ってますけど、それの携帯用のやつね。こうやって触ると手出してみてください。それは痛くないでしょ。だからブラッシングに慣れてる子はこっちでやった方がいい。たくさん取れるから。でも、あんまりブラッシングに慣れてない子は、これでね、これでやった方がいいね。で、なるだけブラッシングしてあげた方がいい。ちょっとやるだけで。で、これはそう簡単に取れんすよ。こんな固まってるやつは。これを一気に取ろうと思うと、やむ気のない範囲で、ちょっと少し出血したと思う。さあ、それでもう一回酸素に入れよう。ちょっとしんどいよ。だからお口の色がこんな今白けっていうか血の気のない色白くね見えます。さっき、でもさっきより多少色出たかもしれないけど、でもまあ、ね、これ人間と同じですから、歯茎にとって赤みがかったピンク色が本当だから、はい、もう一回酸素に入れて、さあそれでちょっとおかけください。観察の仕方をお話します。はい、蓋なしでいい。それで酸素流してください。